こんにちは、ステイフィルターです。今回は、湘南モノレール沿いエリアということで今、大船駅のモノレールの前に来ております。で、各駅、それぞれ、どんなエリアなのか、紹介していきたいと思います。では行ってきます。ではまず地図上でご説明させていただきます。その名の通り湘南モノレールの近くのエリアです。鎌倉の中では一番問い合わせが少ないエリアになります。皆さん鎌倉に引っ越そうとする人は鎌倉駅周辺のエリアとか海沿いエリアに憧れを抱いて物件探しをされている方が多いので、ここのエリアはあまり問い合わせがありません。ただ穴場の素晴らしいエリアなんです。私は鎌倉に住んで15年経ちますが、このエリアが一番住みやすいと感じております。で、今回現地に行って紹介するにあたって駅ごとのエリアにて細かく紹介していこうと思います。湘南モノレールには8つの駅があります。上から大船駅、富士見町駅、湘南町屋駅、湘南深沢駅、西鎌倉駅、片瀬山駅、目白山下駅、江ノ島駅になります。そして次に湘南モノレールについて少しお話しいたします。まず今出てるのが大船駅の時刻表なんですけども、1時間に8本ほど運行しております。最終電車は平日休日のどちらも夜の11時50分になりますね。そしてこちらが大船駅からの所要時間表になります。終点の江ノ島駅までは14分ほどでたどり着くことができます。で、こちらは大船駅のホームになります。列車は3両からなっており、湘南モノレールは線路が下に設置しているわけではなくて上に吊らされている状態で走っております。で、車内から見た外の風景は湘南深沢駅から西鎌倉駅のところにて、動画を流しています。ではまず最初に大船駅の周辺エリアについて紹介したいところなんですけども、大船駅のエリア紹介は別の動画で出していますので、もし気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ですのでまずは富士見町駅エリアですね。湘南モノレールの大船駅から一駅のところにある駅になります。まあ大船までは徒歩だと15分くらいで着くことができますね。なのでここのエリアの方たちはウォーキングも兼ねて歩いて大船まで行くのもいいかもしれないですね。そして富士見町駅周辺は買い物に便利な場所になります。ローソンもありますね。これはポンタ君とショコタンが運転席に乗っていますね。可愛いですね。ヤマカというスーパーもありますし、その反対側には銭湯もあるんですよね。夜中の11時まで営業している地元に愛されている銭湯になります。運動したい方でしたらこちらの木漏れ日山崎温水プールがあります。トレーニングジムとか名前の通りプールももちろんございますので施設は充実しております。はい、では続きまして湘南町屋駅エリアです。この駅を利用する方はスーツを着た方が多いですね。というのも駅の西側の方にすごく大きい敷地の三菱電機の鎌倉製作所があるからですね。そこに出勤される方がこの駅を利用します。まあ三菱電機前駅なんて呼ばれたりしていますね。なので駅前にはセブンイレブンがあります。そして駅から東側の方には主に住宅街なんですけども、区画がしっかりしていて、まあ道が細いという問題点はほとんどないかと思います。ただ坂は多いですけどね。ここはまあ駅から離れてるんですけども、鎌倉中央公園ですね。鎌倉市で一番大きい公園になります。田んぼもあって、私が小学生の時はここで農業体験をやっていました。四つ葉のクローバー探しという遊び方もできます。お子様と公園に来られるのもいいかもしれませんね。はい、では湘南深沢駅ですね。このエリアが湘南モノレール沿いで一番住環境が整っている、暮らしやすいエリアであると言えます。駅前には駐輪場がたくさんあって、ここのエリアに住む住民が多いことがわかりますね。あとここのエリアは道が平坦なので電動なしの自転車でもスイスイ移動することができます。まずは駅の東側の住環境についてなんですけども、ヤマカというスーパーとか相鉄ゾロゼンというスーパーもありますし、わざわざ大船駅とか鎌倉駅まで行かなくてもいいですね。コンビニもそこら中にありますし、ドラッグストアとか、あとここにはもう一つ湘南モノレールから離れていますがグルメシティというスーパーもありますので、買い物の面では全く困らないです。今紹介させていただいたのが駅の東側エリアである深沢という地域だったんですけども、次からは西側の手広という地域もご紹介させていただきます。はい、でこちらが手広の交差点なんですけども、手広は富士山駅からも近いので交通の便はすごくいいです。でこの国道32号線沿いにたくさんお店があり、酒屋さんとかドラッグストア、玉屋というスーパーも立ち並んでおります。あとはカーディーラーが多いのが特徴ですかね。日産とかホンダ、もちろんトヨタもあります。
はい、で湘南深沢駅は以上となります。では次は西鎌倉駅になるんですけども、ここで湘南深沢駅から湘南モノレールに乗ってどんな乗り物なのか皆さんに感じていただきたいと思いますので、西鎌倉駅まで向かいたいと思います。はい、今運転手さんの後ろ側で撮影しております。湘南深沢駅から西鎌倉駅間は一番距離が長くて時間にして3分ぐらいかかります。そして湘南モノレールの線路については1本単線での運行になっておりまして、各駅で対向電車が譲り合うような形で運行しております。結構高さがありますよね。最初乗った時とか結構怖かったです。でここから山岳間に入ります。列車も急な坂道を登っていき、どんどん高さが上がっていきます。で今乗っている湘南深沢駅と西鎌倉駅間が一番面白くて、道路から高いところで列車が通っていたり、地面でスレスレで走っていたり、またこっからが見どころなんですけども、トンネルの中を通ります。ここのトンネルが一番速くて時速約75キロで爆走しております。まるで暗闇の中を走るジェットコースターを彷彿とさせますね。はい、トンネルからようやく抜け出しました。でこっからは、時間もあれなんで、西鎌倉までとっ飛ばし。はい、着きました西鎌倉駅です。では西鎌倉エリアの住環境についてご案内していきます。西鎌倉も湘南深沢エリアと同様、買い物できるお店などが充実していて、とても住みやすいエリアであると言えます。駅前にはスズキ屋というスーパーマーケットを完備していたり、あとはこんなお魚屋さんがあります。ドンキホーテに負けないくらいの手書きポップですよね。すごいインパクトがあります。あとは駅から徒歩5分くらいのところにはコープがあります。ここの生協のお魚はとても新鮮で美味しいと地元の方から評判がいいお店になります。駐車場も82台あります。あとは駅から離れるんですけども、腰越という地域には山家があったり、敷地が大きいファミマがあったりと、買い物に困ることは全くありませんね。また西鎌倉の住宅街ですが、このように区画がしっかりしていて道が細いという問題点は皆無で、ゆったりとした暮らしが、過ごすことができます。はい、では続いて片瀬山駅ですね。この駅の周辺にはコンビニもないので、買い物は西鎌倉で済ませるとか大船で買い物を済ませるべきでしょうね。住環境としては高台にありますので、坂道は多い反面山もあって、まあ海も見えますし、住むには適した場所であると言えます。次の目白山下駅も周辺にコンビニはなくて買い物には不便になるかと思います。ただこの駅からすぐのところに片瀬山公園という公園がありますので、自然をたくさん感じることができます。そして最後終点の江ノ島駅になります。江ノ島駅は主に観光で来る方が多い駅になりますね。海が近くに感じられて、海が好きな人でしたらセカンドハウスとして住むのもありですね。観光地にはなりますが、こういった一歩駅から離れるところに行くと閑静な住宅街もあります。もちろんコンビニとかスーパーなどがあったり、とても快適に過ごすことができます。はい、以上が湘南モノレール沿いエリアの紹介動画でした。他のエリアの紹介動画も概要欄に載せていますので、もしよろしければそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。